じゃん、皆さんこんにちは。ジャパンフルーツチャンネルのあかりです。皆さん、このフルーツ何かわかりますか？そうです、ブンタンです。今日はこのブンタンの簡単な剥き方について、生産者さんに教えてもらった方法をお届けします。硬いので、もう指で剥くのも違うし、包丁で切ってもちょっと面倒くさいし、どうやったら簡単にできるのかということで、私がちょっと今まで知らずに適当にやってた方法と、今回農家さんにお伺いした方法を実際に比べていきたいと思います。それでは実験スタート。続いて、剥きやすくするためにこのように型をつけていきます。結構適当で大丈夫です。今回は4つ跡を入れました。ではそこからめっちゃ簡単に剥けるんです。こうやって、はい。では続いて、この解体していきます。1ミリぐらい、1、2ミリぐらいのところを切って、先っちょだけ先に切ってしまって、頭の部分だけこんな風に綺麗に切っちゃいます。そこからパッカーンと剥きながら、ね、こういうフルーツって食べるとき我慢できなくないですか？やっぱりちょっとミスったやつがあったら、あ、食べよっとって思っていつも食べちゃいます。結局3分の1ぐらい食べて失敗したやつとか言いながら、うん、皆さんもありません？時間はだいたい3分30秒ぐらいです。では続いて、一般的な方法で剥いていきたいと思います。一般的な方法は、私はよくこんな風にやります。まず頭だけ落として、
でもこっから切っちゃうんですよ。1、2、3、4等分して、でそこからこの皮を剥いて、はい、でここからひたすらに指で剥いていきます。こうやって種を取り出して、ちょっとねぐじゅぐじゅになってしまうんですよ。なので結構指がぐじゅぐじゅになるんと、このねこの表に出ている果実は全部切りながら食べるっていうことになってしまいます。この剥くときにこの反対側を向いてそのまま強引にこう行くんでなくて、逆側の皮も先に剥きます。でそれでこう両方両面剥いた状態でこう剥がしていくと、背中の部分がすごい綺麗に剥けます。逆にこう背中の部分から先にこうやって剥いていこうとすると、結構ね身がボロボロボロって外れそうになります。こんな風に外れてしまうので、ちょっとほらほらほらこの辺からポロ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 って抜いてしまいます。でもボロボロになっちゃうので、時間は約5分でした。はい、いかがだったでしょうか。生産者さんにお伺いした方法はすごい綺麗に剥けるしね、すごく簡単に剥くことができました。皆さんもぜひ試してみてください。今からの時期がねすごく美味しい時期なので、1月、2月、3月、4月剥くのが大変で、ちょっと食べるのどうしようかなって思ってた皆さん、ぜひプリプリで美味しいです。グンタン、粒のプチプチ感がたまんないです。では本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。この他にもこのブンタンが農園で育っている様子なども配信してまいります。今回の動画を気に入っていただけましたら、ぜひチャンネル登録して見逃さないようにしてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。